こんにちは、こんばんは、ということでアルマジロです。はいはい、まあということでね、今回も楽しくエイペックスをやっていこうと思うんですけど、皆様成人式終わりました。てことで同窓会も終わりました。いやー、本当にクソみてえなとこあったよ。無理、同窓会にて乾杯だよ、乾杯。だから今回はこのゲームでいろいろな不満をぶつけていこうと思います。いやでもみんな聞いてくれよ、マジでさ。私も私で頑張ろうと思ったんだよ。そう、ガチで出会いを見つけようと思ってたよ。出会いを見つける場だと思って同窓会に参加したらよ、そんなことでもなかったわ。まず一次会はさ、普通になんかキャピキャピしながらご飯を食べて、でなんかいい感じになって、二次会とかでこのなんかワイワイした空気ちょっと怖いから二人で抜け出そうやみたいな感じのこと言われるかと思って、それで楽しみにしながら待ってたのに、だからさ一次会ではもういい感じになるみたいな人もおらず、幼なじみと一緒に行ったんですよ。そしたら幼なじみがキャバ嬢になってまして、そしたらなんかキャバ嬢に釘付けでさ、私のことなんか全くすら見てくれねえの。私のことを見て、でなんかそっからいい感じになるとか、そういうのも何もなく、ただキャバ嬢を見てたよね。ふざけんじゃねえってんな。結局何もできず、ただ飯を食うマシンと化してたよ、私は。飯ずっと食ってたよ。そう、ローストビーフとピラフをむさぼるマシンだったよ。素敵な殿方に出会うんじゃないかと思ってさ、ワクワクニコニコしてたよ。そしたらこのざまだよ。ご丁寧にケーキも食ってやったわ。まあでも、さすがに一次会だから、一次会だけでも、やっぱ親密度は深まらないわけじゃないですか。まず一次会は顔合わせ程度くらいかなって思って、だからちょっとね、まあ顔合わせ程度かなって思って、まあまあ諦めだよ一次会は。だからこそ二次会にかけようと思ったの。二次会こそはいけるだろうと思ったんだよ。二次会まあ私あんまり喋れないから、まあでもお酒入れたら、ちょっと少量の酒を入れたら全く喋れない、私でも飲み性の私でも喋れるんじゃないかなって思って、ちょっとだけ飲んで饒舌に喋れるようになってから挑もうと思ったんだよ。少量の酒でなんとかなれると思ったら、少量の酒じゃなくて大量に酒飲んじゃってさ、可愛いとかの次元越したよ。可愛いの次元なんてなくなってしまったよ。もうなくなったよ。うるせえ、こんじゃねえ。少量の酒でちょっと、なんかいい感じに酔っ払ってきちゃったな。な感じのことをやろうとしてたんだよ、私だったよ。あー、酔っ払っちゃったみたいな感じのことして、あわよくばいい感じになって、じゃあこれから俺んち来ねえかみたいな。そんな早いよ、ダメだよそんなこと、もう全くダメダメみたいなことしようと思ったらさ、2時間くらい2時間トイレにいたよ。私起きたらもしかしたら隣に男でもいいんじゃねえかって思って、寝て起きたら男を抱いて隣に寝てしまっているんじゃないかって、もしかしたら男がはべらしちゃうかもしれねえなって思ったら、2時間くらい便座を抱いてたからな、男じゃなくて。便座とお友達だったわ、マジで。彼氏を見つけるための同窓会といっても過言ではなかったよ。そのために行ったのにさ、どうしてこんなことになっちゃったんだろう。女の子とずっと喋ってさ、別に男の子と喋れるわけでもねえから、女の子とずっと喋ってケーキむさぼり尽くしてピラフも全部食ったわ、全部食ったよ。たこ焼きも食ったわ、全部食った。出されるものは全て食うからな。短いで頑張るはずだった、短いで頑張るはずだったよ。そしたらいつの間にかさ、起きたら一緒に来てくれた幼馴染のキャバ嬢が水持ってきてくれて、やっぱいっぱい寝てたって思って、あやっと回復したわって、みんなお待たせみたいな感じの気持ちで行ったんよ。お待たせで行ったらさ、お待たせてる人誰もおらんくて、私しかいなかったわ。キャバ嬢と私しかいなかったよ。その二人の空間だったよ。幼馴染と親睦を深めた。私がいっぱい飲みすぎたもんだから、お水持ってもう終わったよって言われて、あ、終わったんや、終わったんだ、私の青春も全部終わったんだって思って、悲しい気持ちだよマジで。この気持ちをどう代弁してくれる、みんなは。この気持ちを銃に込めて、この弾丸に込めて全て打ち放つ。目の前に来るやつは全部敵だ。何か、この目の前に来てくれる敵が付き合ってくれるっていうんだったら話は別だがな。そんなわけでもなかろう。行くんか、行くんか、いいぞ。じゃあ今なら行ける気がする、みんなとなら戦えるわ。おお、すげえの来た、すげえの、ボーンって、すごいよ。一発一発が重いな、私の愛みてえだな。愛でも打ってやろうか。愛を打つぞ。愛にできることはまだあるかい。みんなと一緒に行動するからな今日は。そして全てを
すべてを虚無に返す。何言ってんの。なるほどね。あ、いる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 。行こうぜ行こうぜ。ちょっと怖いから先に行ってくれ。みんなと同じことをするよ。日本人の鏡だから。みんな足並み揃えて歩かないと私も気が済まないからさ。足並み揃うまん。みんなで行く。みんなせーので行こうか。じゃあなんか1人2人3人行くの。 OK OK。 おら何も当たんねえぞこっち。雑魚だろ。来るぞみんな。来るぞ敵が。音がした。すごい。たまりは空爆だよみんな。頭に気をつけて。おらー、うわー、ごめんな。周りあんまり見えなくて。来たか。うわー、やべやべ。あ、すごい。あー、すげえや。おー、ぜっとことことこと。オッケー、ナイス。でも痛いよこれ。これめちゃくちゃ痛いよ。みんな、みんな死なないで。みんな死なないで。私だけ生き残っても雑魚だから。うぅ、うぅ、怖い。雑魚だから生き残っても怖いよ。大丈夫、一緒に頑張ろうよ。私も頑張るから。頑張る頑張る。意気込みだけはあるぞ。あまり出しゃばらない行動するよ。もうごめん。でも大丈夫、生きりだけは任せて。取れなんかとか関係ないから、もう関係ない。ただ生き残ればそれで勝ち。この場合キルとかをいっぱいしなきゃいけないかな。こんなん関係ねえよ。生き残ったらそれでありだからな。生き残りイズ勝ちだよ。頑張ろう。生存こそ勝利。あ、行く。オッケー、わかった。行きます。あ、乗れなかった。やっちゃう。おいで。あ、やってもた。いただきます。ごめんなさい。ごめんごめんごめん。やだやだ。こちらぞ。やばい、大丈夫か。いけるいける。大丈夫大丈夫。すごい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 。頑張れ。うわ、うまい、すごい。うわー、まあ、ということで今回報告のみの撮影でしたが、皆様同窓会で彼氏なんかできやしねえ。希望なんていなくな。